こんにちは、粟田洋介です。私は歴史に残らないようなこの瞬間に一枚一枚絵を楽しく描いて、そして幸せに生きていきたいなぁと思っています。そもそも歴史っていうのは偉い人たちがつけさせた記録のことだそうです。私たちの国をはじめ世界各地に素晴らしい民話とか民謡っていうのがあります。しかしその中には名作なのに作者もわからない作品がたくさんあります。しかしそれらの民話は昔から先祖代々語り継がれ、子孫の代まで残っています。民謡も同じで昔からずっと歌い継がれて現在に至っています。原始時代の素晴らしい壁画とか石器とか土器ですね、そういったものもどの時代の人が作ったっていうのはわかるかもしれませんが、作者の名前まではわからないと思います。そして今残っているそれらの芸術作品はもしかしたらその時代時代に作られたほんの一部の名作で、今残っていない素晴らしい作品っていうのがたくさんあったのかもしれません。たとえ今この瞬間が歴史に残るような時間じゃなかったとしても、一時一時が大切で、その瞬間一つ一つを楽しく幸せに暮らしていきたいなって最近私は特に思っています。今絵を描いているのはサコッシュなんですが、サコッシュっていうのは使うものですから消耗品となります。なのでずっと残るものではないかもしれません。そのサコッシュに私は一枚一枚心を込めて絵を描いています。そしてその一枚一枚を描いている時間をとても楽しく過ごしています。その楽しさが商品となり、このサコッシュを使ってくださる方がいるかもしれません。そしてその方がどのぐらいの間使うか分かりませんが、楽しく使っていただけたら私は幸せですし、でももしもこのサコッシュが誰にも使われない運命になってしまったとしても、まあ売れなかったらということですねだったとしても私自身楽しく絵を描くことができた、そのことを私は幸せに思います。この葉っぱみたいな部分にシルバーのラメを入れていきます。実は過去に私は美術の教科書に載るようなアーティストになりたいと思っていたことがあります。そういった夢や目標を持っている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。そしてそれはとても素晴らしいことだと思います。でも私の場合はそれは自分の心から出てきた夢や目標ではなくて、他人の基準の目標だったんじゃないかと今は思っています。10代の時私は今でいう意識高い系の人たち、そういった方々に影響を受けました。彼らは自信たっぷりに素晴らしいことをお話しします。私が知らないことをたくさん知っていました。そして私は彼らを尊敬していました。そして彼らは何かやることについて、どうせやるんだったら高いレベルでやらなきゃ意味がない、こんな低いレベルでやってたんじゃ意味がない、やってもしょうがないみたいな感じでお話ししてたんだと思います。私はすごいなぁと思いました。しかし私はその時も今もかなり意識低い系の人間なので、最初始めるのにそんな高いレベル大変だ、自分にできるレベルだよって感じで意識高い系の人たちみたいにはなれませんでした。こんなレベルじゃやってもしょうがない、だから何も始めないっていう方々もいらっしゃるっていう話を聞いたことがあります。最初から高いレベルの人なんていないんだから、最初は自分に合ったレベルから始めればいいんじゃないかと思います。ただそんな意識低い系の私が教科書に載るアーティストになりたいとか思ったことはある意味いいことだったんじゃないかと思います。なぜならもともと競争心とかの低い私がなんか上を目指そうとかって思ったことはプラスのことだったんじゃないかと思うからです。ただ今の私は芸術に上も下もないと思っています。先ほど昔々に作られた今形が残っている、まあお話でも歌でも土器とか壁画でも作者のわからない作品もある中で、今現在形も残ってなくて存在したことも知らない素晴らしい作品もあったかもしれないというお話をしましたが、今現在ある素晴らしい作品も未来には姿形も残ってないかもしれません。もしくは誰が作ったかもわからない名作として未来に存在するかもしれません。もしもあなたの作品が歴史に残ったとしても残らなかったとしても、それは今現在素晴らしい作品であるということには変わりありません。最近ベリーダンスの音楽を聴いていて、
それでベリーダンスの歴史っていうのをちょっと調べてみたんですが、エジプトとか中東のダンスっていうことなんですが、どのような経路に至ってどういう風になってるっていうのは、こう考えられてるっていうこと以外は明確なことは分かってないようです。なぜならそういう偉い人たちの歴史みたいにしっかり記録されてないからだと思います。私はジプシーミュージックとかも好きで、かなり昔にこの本を読んだんですが、ジプシーミュージックの真実、関口洋人さんという方が書いてるんですが、すごい面白い本でした。ジプシー、ロマの方々は国籍がないそうです。歴史を語る上で故郷があるっていうのは重大だってことが書いてありました。そして文字の文化っていうのも大事で、文字の読み書きができなかったりとか、そういったことで歴史っていうものが残ってなかったりします。でもロマの方々の音楽っていうのは本当に素晴らしいですよね。文字がなくても歴史が残ってなくても本当に素晴らしいものは素晴らしいんです。あと私は沖縄の歴史っていうのにちょっと興味が持ったことがあって、で何冊か本を読んだんですが、私が読んだ一冊の本によると、確か500年ぐらい前の沖縄の歴史っていうのは残ってなくて、でも朝鮮から漂流した人が沖縄で助けられて、その方が書いた記録によって沖縄の歴史の一部っていうのが残されていたそうです。その残された話っていうのは沖縄の人たちの素晴らしいお話でした。そしてその漂流した人っていうのも素晴らしい人だったんじゃないかと思います。たとえ歴史という記録に残されなかったとしても、いつの時代もどこの場所でもその瞬間その瞬間で見られる人の美しい心っていうのは本当に尊いものだと思います。人に年齢を聞かれた時に、私は年齢を数えないと答えています。本当は年齢を数えないことなんて不可能なんですが、私が20歳ぐらいの時に見たテレビのドキュメンタリーで、オーストラリアの先住民アボイジニの長老が推定年齢70歳と紹介されていたのを覚えています。今この時代に推定年齢、年齢がわからない人がいるんだっていうことが素晴らしいとその時思いました。その時から私は年を数えるのをやめようと思いました。でもその1週間後に私はビザを作りに行ったんですが、早速生年月日と年齢を書く書類を書かされました。なのでこの時代に年齢を数えないなんて不可能だなぁと思いました。それでも人との会話に年齢なんて必要ないと私は思ってて、まあ年齢にこだわる方にとっては年齢っていうのは大事なことなのかもしれませんし、それはそれでその人たちにとっては重要なことなんだと思いますが、私は推定年齢何歳みたいになりたいので年齢は数えないと言っています。だからなんだってわけじゃないんですけど、年齢を知らない方が変な先入観もなくなるし、上下関係もなくなるし、なんかいいなと思っています。美術の教科書に載るような偉大な芸術家になりたいと思ってた時があったって言ったんですが、そんなことを思ってた時も今と同じように楽しく作品作りはしていました。ただよくわからないけど、そんなことを思っていない今の自分の方がもっと幸せを感じています。多分それは人生においての一番大切なものっていうものが偉大な芸術家になるということから幸せになるということに変わったからだと思います。まあもし私が教科書に載るほどの偉大な芸術家になったとしたら、それはそれで私は嬉しいです。でもたとえ歴史に残るような人間になったとしても、幸せじゃなかったら私は嬉しくありません。そう思うようになってからは幸せになるための努力をするようになります。幸せになるっていうのは、今この瞬間が楽しかったりとか、歴史に残らないけど心が少しでも綺麗になった時とか、心が美しい人たちと触れ合ったりとか、まあ人じゃなくて犬でもいいし猫でもいいし、美しい景色、美しい作品、そういうものに触れ合う時間が長ければ長いほど幸せも大きくなると私は思っています。こうやって点々を書いて、こういう何にも塗ってないところを浮かび上がらせるみたいな感じに最近凝っています。でも点の数がこのブルーが一番多いような気がします。ちょっと面倒くさい仕事になってきましたが、こんな時私は全然違うことを考えています。このブルーの点々がこの色合わせの仕上げって感じで、なんか隠し味の調味料のようです。
最後はこの紐の部分に絵を付け足します。絵を付け足したのはいいんだけど、これって正時に見えない部分になります。なので裏にも絵を描きます。ちょっと失敗するたびに何か付け足していくので、以前誰かに失敗するたびに豪華になると言われたことがあります。まあ褒め言葉として喜んでおきました。ペンの先が詰まってしまったので筆を使います。金のラメを入れていきます。エキゾチックな感じに仕上げました。この絵を描いた瞬間は歴史にも残らないし教科書にも載りませんが、この歴史は楽しかった思い出として私の心に刻まれます。まあこれはただの私の個人的な思想で、皆さん思い思いの幸せの形があると思います。ただ今日お話ししたかったのは、この気が遠くなるような長い歴史の中に記録されている歴史っていうのもあるんですが、それ以外にも無数の美しくて素晴らしい瞬間、そういった歴史があって、そして今この瞬間もその美しくて素晴らしい歴史の一つなのかもしれません。歴史に残ることも素晴らしいです。でも歴史に残るものも残らないものも美しくて素晴らしいものはたくさんあるんだと私は思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、コメントなどもいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。